ここじゃあ先方、先方決めて、ある程度決めて、いい状態。お兄ちゃん、お兄ちゃんすいません、本当俺のせいじゃ申し訳ないですけど、うん、店長借りる。あ、ほんまや、ありがとうございます。じゃあ、片方決勝に行け。店長、アズライル、すいません。はい、アズライル13人でした。一緒じゃん、もうアズライル13人でした。バレットは狭間に駆逐されました。アズライル使い、アズライルってエントリーされた人まだ残ってません。低強体で試合始まってます。あとジンでエントリーされた皆様、ジンでエントリーされた皆様、営業隊で試合が始まってます。あと白面でエントリーされた方、白面でエントリーされた方、受付まで来てください。白面でエントリーされた方、白面でエントリーされた皆様、受付まで来てください。はい、現在の状況が、白面でエントリーされた皆様、組み合わせ表をご覧ください。白面何人いる今、5人ぐらい、9人います。白面9人います。白面でエントリーされた皆様、白面でエントリーされた皆様、ここまで来てください。決まっちゃった、決まっちゃいました。勝ったのはレディウスローバー。レディウスやった。いやー、ロエルさん魔改造されちゃいますね、残念です。13対10が魔改造されちゃうか。終わりましたね、レディウスが。お疲れ様です。いや、本当に今回は時間になってます。はい、では白面使い試合やります。白面でエントリーされた皆様、白面でエントリーされた皆様、はい、アピールしてごめん。本編白面、何入れ、1,2,3,4,5,6、あと4人。ハマさんは残念ながら、あと4人ぐらいいます。白面でエントリーされた皆様、試合です。レディウスそのまま、白面でエントリーされた皆様、更新してますので、よければ、はい、じゃあ F 兄弟 2B、ね、白面 F 兄弟 2B で試合です。ちょっと右で走るけど、一気に発射ですが、憲法プレイヤー、憲法プレイヤー座ってください。そこまでちょっと状況を把握しきれないし、白面対レディウスやります。レディウス対白面やります。ちょっと見切り発射ですが、白面前方座ってください。で、準備できたら対戦も始めてください。多分これ盛り上がってるの白面かな。はい、白面試合始まります。白面試合始まります。白面試合始まります。 F 兄弟、白面 F 兄弟、 F 兄弟 2B。 運営はね、アジオのスタッフさんがあまりにも白面試合始まります、できる人が過ぎてね、やばいんだよ。この人数をね、すごい少人数で回してくれてるんだよね。俺は与えられた情報を呼び出します。キャラの呼び出しやります。カルル、あ、今日のスタッフさんで、はい、カルルでエントリーされた皆様、受け付けに来てください。カルルでエントリーは10名です。カルル10人、カルルでエントリーされた皆様、受け付けまで来てください。カルルでエントリーされた皆様、受け付けまで来てください。カルルレアキャラ違うんか。10人もいるよ、カルルが。あと白面試合始まってます。白面でエントリーされた皆様も、F 兄弟、この辺まで来てください。カルル10人います。はい、カルル使い、アピールして、カルル使い受け付まで来てください。カルルでエントリーされた皆様、受け付まで来てください。まあ、ゆっくりでいいよ、早めに来てね。誠2人がね、
第一15人相手で相当粘ったんだよね。荒くれたいミュウが B 強大学でやってんねんけど、それの勝者とやります。彼で、なんで彼で彼の使い準備できたら来てください。いやー、ほんと前夜祭だね、お祭りだよ、あと白明、白明試合始まってます。大丈夫ですか。白明は、9人いますけど、何人集まってます今。全員いる。いやー、そうだ、よかったよかった。ちなみにあと人が19人もいるんですけど、レディースプレイヤーの方もね、19人って両手に頑張りがあるんですよね。こうやってね、いろんなプレイヤーがね一緒になって楽しめるイベントってなかなかないんでね、あーちょっとすげーだと思います。あーここ下と見づらいで会場の風景を映しますね。さあ、ラジオのチーム戦なんとかなるでしょうか。呼び出します、もう一個呼び出します、もう一キャラ呼び出します。レイチェル使い、はい、レイチェルでエントリーされた皆様、いやレイチェルでエントリーされた皆様、何人かいる。レイチェル、あと10人、レイチェルでエントリーされた方は受付まで来てください。あとカルルも、カルルとレイチェル、はい、ちなみにレイチェル5人です、カルルは9人、カルルこの辺、レイチェルとカルルこの辺でください。はい、決まったよね。タオカかテイが粘りましたですが、まあ、相手が悪かった。ジンがあと18人はやべえな。勝ったのはタオカか。はい、ザギー、ザギさん、あ、いた、いるよ。はい、さて、では新兄弟が来ました。カルル、そう、レイチェル、はい、手挙げて、レイチェル使い、3人、あと誰や、ちなみになんですけれども、先方のアバレンジャーさんに7立てされたはずの、アラクネ、ジューバー、群馬、まだ粘ってます。群馬さん、今まだ報告がないということは、まだ粘ってます、アラクネ、ジューバー。はい、や、13位相手に。はい、レイチェル使い、新兄弟のワンピー側、新兄弟のワンピー側、こちら、見直してください。ゼロ代も群馬さんはすぐ試合なんで、で、お待たせしました、バルケンハイ、はい、バルケンハイ、はい、バルケンハイ使い、手上げて、新兄弟のツービー、バルケンハイ使い、ちょっと新兄弟の 2B まで移動してください。新兄弟の 2B マルケアイ使い、ちょっとアピールしながら、ウィキの人がいるんで、新兄弟の 2B に、はい、あいつのとこで、ウィキの人がいるから安心、マジ安心、やばい、安心なんちゃう、ウィキの人ってなんか安心感、この安心感ですよ。はい、マルゲンハイ12人います、マルゲンハイ12人います。新兄弟の 2B 移動してください。マルゲンハイ試合です。はい、お待たせしました、マルゲンハイ試合です。一番多いのは人ですね、ラオチューが俺、一度だけでボイディやってください。はい、マルケンハイ、ちょっとアピールして、マルケンハイ、マルケンハイ使い、はい、新兄弟 2B、 新兄弟 2B、 集まるやつから集まってください、行けるとこから行ってください。マルケンハイ 2B です。はい、ではある程度集まったら、ある程度集まったら見切り発車的にスタートします。新兄弟、ある程度集まったら見切り発車的にスタートしていきたいと思います。新兄弟レイチェル対バルケンハイ対レイチェル、レイチェル対バルケンハイ、5人対12人、
5人対12人です。では右に発射的にスタートしようと思います。先方プレイヤー準備できたら座ってください。レイチェル VS バルケンハイン5人対12倍以上いますね。オオカミはね、群れで生活する動物なので、大きい群れにはね、いろんなオオカミが寄ってくるんです。全国各地から。始まってるね。さあね、ちょっと右に発射ですが、始めていきたいと思います。そうだな。すいません、ジン使いの皆さん申し訳ないんですが、ちょっとアピールしてもらえませんか。はい、ジン使い。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 人くらいいる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。19人いるはずなんですよ。はい。人で登録された人は、営業内のスピーで始まってるんで、始まってます。その辺でお待ちください。ほぼ全員いる。もう一人いる。デキサーカ機体が、あ、集まりましたね。集まりました。ありがとうございます。チームはね、NO さんが、チームに加わっているので、ね、もうそこが取れてます。なるべく人使いは19人と大状態なんで動かないように、なるべく動かないように試合回していこうと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにカルズ使い9人なんですけど、今何人います？あ、10人全員いる。さすが伊藤勢は統率が違う。いやー、ラーテコさん、教育いいっすわ。教育いいっすわ。教育いい。ランレボファンクラブの方々だからな、カルル使いの方は。ランレボさんの教育がすごいいいんだろうな。やっぱ同キャラで人数増えるとテンションが違うな、これ。ファイラー、無残に散っていった、誠のことも思い出してあげてな。彼しかいい日がってるぞ。あいつはよくやった。本当に言うけど、いそっち泣くぞ。誠の2人はよくやったよ、ライチ相手に。ちなみに、イン兄弟はライチ VS アドモという相当闇の対戦が始まってます。そうね、参加してもことは素晴らしいよ、本当に二人で。ちなみに荒くれたいビューどうなってません。荒くれ残り何人。なんと荒くれ大将ビューはここに。荒くれ大将誰。ちなみに初メダル、荒くれ大将初メダル。粘りすぎだろ。さて、荒くれが残り1匹になりました。長立てされてからの大将でまだ粘ってるって。ちなみにミュウは残り5人なんで、楽園10回最低でも楽園10回必要です。ちなみにハズレメタルさんですけれども、かなり相手していただきました。ホームゲーセンがね、新宿スポランなんですけれども、かなり俺も相手していただきました。そこね、立ち回りが相手のね、嫌なところをついてくるタイプでね、初見だと苦労すると思います。これあるんじゃないですかね、ミュウ相手に荒くれが勝つの。ちなみに俺はあの組み合わせ5分くらいだと思ってます。ちゃんとやることをやったら
お互い全部やることやったら5分くらいかなと。まあね、各キャラの天才が活躍してますよ。独占してた。スーパーアドボイザー、うん、なんもないけど、うわー美しい。あー、俺がいないといけないような気がして、あ、いじられてないから、はい、タルト使いの応援にランデコさんが来てます。はい、今北さんいらっしゃい。最多チームは人チームです。現在の状態はウェブバンクで確認できるので、ぜひともご利用ください。 URL は、配信画面にある URL か、あるいは番組説明欄にあるURL からご覧いただけます。デリーサッペはなかなか面白いからな。まこと2位やで。頑張ったんだよ。でもライジ15相手に、このレディウス勢の横のつながりはさすがですね。本当人数分仮面を用意してるだけじゃなくて、なんか途中の仮面まであるというね、ピカピカやで。あと17人、ジンあと17人。うざよいさん4人いたから、まことの2倍いたよ。うざよいさん、ミュウあと何人か、すいません今分かりません。シーソーゲームだ。残り3人なのかな。15人対13人のシーソーゲーム。プラチナあと何人？はい、あと3人。オッケーオッケー。あ、じゃあここ
ウェブパークの組み合わせ表で確認できるのでよければご利用ください。そうだな、あのまた結構攻撃力だっけよ。あ、また開いた。おめでとうございます。はいはい、じゃあ B 兄弟でそのままカルル対ミュー、 B 兄弟でカルル対ミューやります。 B 兄弟カルル対ミューやります。盛り上がってんな。終わっちゃった。終わってない、終わってないけど、終わってないけど、プラチナが残り何人？ラスト、ラストですね。呼び出します、呼び出します。はい、田岡さん、チーム田岡さんですが、はい、田岡さん使い、田岡でエントリーされた皆様、アピールしてください。田岡でエントリーされた皆様、はい、ウィスラさん、じゃあその自販機の前のもうちょい前あたりして、ウィスラもうちょい前、もうちょい前、はい、ウィスラさん手挙げて、はいはい、ウィスラさんの友達使ってください。はい、田岡が使い、田岡が使い、あ、ここにウィスラさんがいるんで、あのウィスラさんがいるんで、はい、何やったっけ、チーム名忘れたけど、ウィスラさんのいるところあたりに集まってください。はい、田岡でエントリーされた皆様、はい、はい、タオカカでエントリーされた皆様、そうですね、ウィスラーさんがそこにいるんで、ウィスラーさんのいるところに集まってください。すいません、タオカカは12人です。タオカカ12人です。ちょっと軽く前後しておいてください。タオカカで、タオカカでエントリーされた皆様、軽く転校しておいてください。はい、外してください。カルル、ワンピーカルル、営業時間に間に合うのかな。前方は、まあ、大体前方右手発射で決めて試合を始めていただけるのだったな。あ、じゃあ確か24時っていう噂ですね。はい、0時までです。青子が何人くらいいます、ね、今12人集まってるとかいう、そういう美味しい話ありますね。青子が、適当話し合いで決めてください。出す順番はこのペースだと無理かな。いや、事前エントリーをね、もうちょっと早めに皆さんしてくれれば終わるスケジュールだったと思います。当日参加がね、思いのほうが多くてね、まあしょうがないですけど。
今後はぜひとも事前エントリーしましょう。あ、この白面強いぞ。誰が読んだか、佐藤さん。さあ、決まった。田岡達会、田岡達会移動しますよ。あれ、なことない、決まってない、あと一本やった。アズライル使いの団結が違う。何言います？ D、 D です、 D です。D 兄弟、外側から回り込んでください。はい、田岡達会移動します。田岡がエントリーで移動します。 D 兄弟、 D 兄弟に回り込んでください。田岡がでエントリーされた方いませんか？他に田岡がでエントリーされた方、回り込んで2の15かも。 2B 多分 2B、 ちょっとプラチナが風船の灯火なんで。プラチナ残しましたね、残しましたね。プラチナ大将誰や？6番、はい、アプリコット6番で
待ってる人いません。すいません、今。